はい、皆さんお疲れ様でございます。ちょっとですね、髪が伸びてきてより陰キャでぼっちな感じが増してるんですけど、ちょっとお金がなくて今切りに行けないんですよね。まあそんな私がですね、本日はですね、陰キャぼっちがおすすめする超絶面白いうつ漫画3選というのをご紹介したいと思います。なんか結構漫画系の YouTuber さんだったりとか、有名な方だったりとかがおすすめ漫画とか紹介したりとかで、なんか鬱になる漫画とかサイコホラーみたいなので、こうカテゴリーなんかこうくくってランキングとか何選とかやったりしてると思うんですけど、すいません、私それらを見てないんであんまり偉そうなことは言えないんですが、このおすすめ漫画に関しては私を信じてほしいです。うつ漫画に関しては陰キャぼっちの右に出るものはないんじゃないかと個人的には思っているので、今回お話ししておすすめする漫画は、割とそういううつうつとした漫画が好きな方にとってはすごく楽しんでいただけるんじゃないかと思います。で、私 YouTube の動画を始めて2本目に上げた動画が確かおすすめの漫画3選だったんですよ。セクシャルマイノリティの気持ちがよくわかるおすすめ漫画3選みたいな形で上げたんですけど、まあお察しの通り私漫画がすごく大好きで、その主人公が修行して強くなっていくみたいな定番のジャンプ系みたいなものもまあもちろん好きなんですけど、一番好きなのってもうなんか最終的に誰も救われませんでしたみたいなバッドエンドの漫画っていうのがすごい好きなんですね。まああとはそれと同じぐらいホラー漫画もすごい好きで、一番好きな漫画家さんが伊藤潤二なんですけど、これはもうこの方だけで一本動画作りたいぐらい好きなんですけど、まあそれは今回はちょっと除外して別の3つをちょっと選ばせていただきました。この3つは特に順位はないです。私が面白かったなって思うものを3つ挙げてるだけなんで、どれもそれなりにおすすめなので見ていただけたらと思います。はい、ちょっと前置き長いとうざいと思うんで、ちょっと早速紹介したいと思います。まず1つ目こちらですね、ミスミソです。これはですね、映画化もされてますね、実写で。で、私もそれ Amazon プライムで結構何回か見たんですけど、どちらかというと漫画の方がおすすめです。で、これストーリーとしてはすごく単純で、主人公の野崎さんっていう女の子がいるんですけど、廃校寸前の田舎の雪深い中学校の学生さんで、主人公の野崎さんは、クラスメートとか、学校の先生も含めてなんですけど、すごいいじめられてる子なんですね。で、それでもすごくけなげに頑張っていじめに耐えてたんですけれども、ある時ですね、同級生のそのいじめ、もうすごいエスカレートしてしまって、ある同級生が、その野崎さんの家に火をつけちゃうんですね。で、家を放火されてしまうんですよ。で、その放火されたことによって逃げ遅れた両親が死んでしまって、生き残ったその主人公の野崎さんの妹も植物状態になってしまうっていう状態になるんですね。で、その出来事があって、もう堪忍袋の尾が切れちゃって復讐に燃えて、まあクラスメートやら何やらをもうひたすらに殺していくっていうストーリーです。で、これだけ聞くと話自体はすごく単純だし、なんか実写映画化されてるんで、その映画のレビューとかも私見たんですけど、結構辛口なことを書かれてるんですよね。こんなに人殺してるのになんで警察来ないんだ、おかしいだろうとか、まあただ人殺してくだけで何の面白みもなかったみたいな。まあそこに関しては個人的にもまあその通りっちゃその通りだなとは思うんですけど、ただなんだろうな、なんで警察来ないのとか、そんなにうまいこと人殺せないでしょっていう、なんか結構そういった現実的なことは一回置いておいて、この漫画家さん、一見漫画の絵が下手に見えるんですよ。ちょっと表紙見てもらえばわかると思うんですけど、なんか一見そんなにうまくないような気がするじゃないですか。ただこの漫画家さんの絵って、その死体とか、その怪我してる時の描写とか、なんかそういうのがすっごい胸に来る感じでゾッとする絵なんですよね。ネットとかによくサイコパスな人が描いた絵みたいなのって落ちてたりするじゃないですか。一回ぐらい見たことあると思うんですけど、なんかああいう感じなんですよね。なんか上手くて綺麗でだから怖いんじゃなくて、上手さとかじゃなくて、その描写が怖いっていうか、なんか目よりも脳に訴えかけてくる感じの恐怖感、なんかそんな感じの絵なんですよね、この押切蓮介さんの絵って。で、登場人物がほぼ全員クズなんですよ。なんか本当にみんなすごい性格が悪くて、なんでそんなひねくれてんのみたいな人たちの集まりなんですね、出てくる人が全部。なんかそれも結構ネットで、なんだこんな状況ねえだろって叩かれたりしたんですけど、ただその一人一人のそのなんでそんなひねくれた性格になったのかっていうのの、その理由というか、その個々人の背景みたいなものも書かれてて、
まあ例えばそのいじめてきた加害者側、その親から虐待を受けていただとか、いじめに加担してたっていうか放任してた担任の先生とかは過去にいじめにあったことがあったとか、なんかそういう背景みたいなものが結構しっかりしていて、なんかこうなんて言うんだろうな、自分がその当事者だった時に同じ目にあってたら、自分自身も一歩間違えればこういう考え方をしたんじゃないかなとか、クズ側の立場の方にもなんか見てて共感ができちゃうんですよね。その人を殺すこととかもいじめをすることっていうのももちろん 100% 悪いことですし、絶対にあっちゃいけないんですけど、そのそうなった背景にある本人の辛さとか悩みとか、なんかすごい個人的には考えさせられることが多いなって思うような漫画でしたね。まあ、設定としてはありえないこともすごい多いですし、その現実で考えたらっていうと、まあ、ぶっ飛びすぎてるところはあるんですけど、まあ、漫画って基本そういうもんなので、で、その部分は一回全部置いておいて、なんかこう登場人物のその心情とか背景とか、なんかそういったものに思いを馳せながら見ていくと、誰も救われないようなラストに私はすごい心を持ってかれた感がありますね。なんかこういうの本当に好きなんですよね。あの完全なバッドエンドみたいなの。あの映画よりも漫画の方が圧倒的に私はおすすめではあるんですけど、あの映画も個人的には面白かったです。あの特に主題歌、舘貴子さんっていう方の道のりっていう曲が使われてるんですけど、もうなんだろうな、よくこの映画にこの曲をチョイスしたなって思うぐらいすっごいぴったりなんですよね。なんかこの曲のおかげで映画が2倍3倍良くなってる気がしましたね。この漫画についてはそんな感じですかね。ただグロい描写がすっごい多いので、ちょっと苦手な方は控えた方がいいかなと思うんですけど、あのそういうのは大丈夫かなっていう方に関してはこれぜひあの読んでみてください。面白かったです。はい、次ですね。これも最近あの実写で映画化されましたよね。ちょっと嫌な言い方をすれば、超切なく哀愁を漂わせて描いた黒歴史みたいな感じです。